ボンドチャンネルをいつもご覧いただきありがとうございます。ラガーコーポレーションの中谷です。今日はこの台風が接近している最中ですけども、ボンド東京にお邪魔してます。今日はですね、ラガーコーポレーションが輸入しておりますこちら、ドイツのカプリストというメーカーのマフラーの取り付けをしていただくということで、一部始終をタイムラプスでご覧に入れたいと思います。はい、カプリストはですね、ドイツの北部にあるズンデルンという町に工場があります。ズンデルンとは、ドイツ北部ドルトムントですね。ドルトムントの東約150キロにあって、アウトバーンでだいたい車で1時間ぐらいの場所にあります。今回ご紹介するのはこちらマフラーですけれども、マフラーの他にフェラーリやランボルギーニのドライカーボンのパーツを製作しています。自社でオートクレーブの設備を持っているので、完全自社生産で商品を作っています。はい、そしたらこのカプリストのご案内をしたいと思います。まず商品構成はこういった形で、キャタバックの4ピース構成となってます。テールエンドはご覧の通りカーボン、これは自社のドライカーボン製です。そしてもちろんバルブが装着されています。そして、センターのストレートパイプ、フロントのストレートパイプ、そして原車のキャタライザーに接続します。そしてこちらのコントロールユニットでバルブのオープンクローズを行います。カプリストのコントロールユニットは非常に優秀で、エンジンの回転数や、負荷状況を判断してバルブを勝手にオープンクローズするという機能を持っています。はい、それでは実際の作業に移りたいと思います。はい、というわけでカプリストを装着完了しました。こちらの下の方をご覧いただくと、バルブの配管も無事済ませて、全てコンプリートで装着されています。では早速エンジンをかけてみましょう。カプリストというとですね、ランボルギーニやフェラーリといったスーパーカーのイメージが強いですけども、こういった BM の M5 であるとか、あとはベンツの C63、E63 といった車にも商品のラインナップがありますので、マフラーの選択肢の一つにぜひカプリストを加えてください。